てん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 ちゅうことでね、さあやっていきましょう。清宮、シリーズの、もしも清宮がスタメンでハムで4番でスタメンでハムで4番でみたいな感じの、そんな動画のね、パート何番だ、パート8かな、多分パート8です。どうも新しいです。やっていきます。もう3月3週前半だから、あと何回、今回合わせて4回、あと4回したらもう開幕、4月になるから開幕になっちゃうのか。残りあと3回、3月で3回ぐらいしか上げられないかもしれない。いやー、それは少なすぎるよ。それは少なすぎる。これ上げたらもしかしたら清宮のあの動画、なかなか上げられなくなっちゃうかもしれないけど、今回の動画はね、こちら、どうしてもね、紹介したいっていうかあれだな、ニュース記事を見て、ニュース記事じゃないな、何時見てたら清宮がヒット打ったらしいんで、ソースは何時、はい、今回は動画から入ります。注目の第1打席、第1打席っていうのは、まあ、あれだな、清宮っていうか日ハムが今札幌ドームに北海道に戻ってきたらしいんでね、それでラミゴ、台湾のラミゴといえば、ワンウーロン、大白湯、大白湯って言った方がいいかな、よくわからん、そういう選手がいる有名なチームだよね。王はすごいけどね、ちょっと待って、バカみたいに手がなった。その、第1打席ね、第1打席っていうか、スタメンだったらしいですね、この28日のね、試合は。初球は高めを見送り、ボール。2球目もボール。清宮ってね、まあ、この動画とはちょっとまたあれだけどね、25日前の動画上げたその日の、ヤクルト戦も、6回からの代打で出場で、フォアボールなんですよね。選球眼いいのかな、この今の球もそうだけどさ、この2球目、まあ、初球は見逃すにしてもさ、2球目も簡単に見逃してるよね。選球眼良さげじゃない、これは見逃すというか、誰でもな。見送りボール。見送りっていうか見送るわ。ここに行く。これも見るもんね、簡単にね。選球は良さげだよね。それは大事。そして3球目。高い。この辺り。高いよな。高いけど、もう捉えて、フェンチョクライトツーベース。ストレートかな。またストレートを力、これがついこの辺落ちちゃうな。ストレートを力強く弾き返し、プロ入り後初ヒットは見事なツーベース。いや、見事という動画の紹介でした。はい、喋り間違えたとしても、ロードから入ったらもうこれ取り直しが、まあ、できるっちゃできるけど、ロードから入ったっていう時点でもう取り直しはできないっていう感じかな。ちゅうことでやっていきます。清宮シリーズ、もしかしたらこっちが開幕しても現実では開幕してないかもしれない、そういう恐れがある。さあ練習からやっていこう。今日も錬金練習からやっていこう。金村を前の試合投げさしまくったからな、さすがにへばってるな。これ見てた、ちょっと見てたんだけど、伊賀本勤いいな、割り貸し。何がってさ、まあ、スローカーブまあまあ伸びてるのはあれだけど、制球が B なんですね。制球 B で、しかも球速147キロも出て、ピンチも B だから、なんか、バカにしてたん、ちょっと、岩本って、ガンちゃん。バカにしてたから、ほら、マイトの人だからさ、そんなに大したピッチャーないと思ってる、野球少ないでは、まあまあだ、まあまあ、しかも年俸1億もらってやがる、こいつ年俸1億もらいすぎだろ。147キロ出るピッチャーなんてなかなかいない。ミラバルぐらいのもんだもんな。ミラバルちょっと変化球がなさすぎる。カーブかな。まあご覧のような状況でございます。選手の育成はしていくよ、していくけどもって感じかな。高打力のあまりの低さには泣かされます。泣いてます。
キャッチャーとしての能力を上げていくべきなのか。野口29だけど田口30なんだな。こいつの方が、こっちの方が年かい。キャッチャー、このチーム、このチーム2、3年後には終わるぞこれ。キャッチャーがいなさ、キャッチャー30代と30と29ではな。野手が少なすぎる。ひどい。野手が少なすぎる。石本は足を育てていく。怪我しねえでくれよ、誰も。誰も怪我しないでくれ。よし。まあ、これ見てもすぐに上がったりしないからね。これはもう、この練習を続けさせといて、いや、いいな、関根いいな。この練習を続けさせといて、ほいで、1ヶ月とか、3ヶ月とか、それぐらいぶりに見てみたら、あれ？これ、A、B から A になってんじゃんみたいな、そういう風な練習だからさ、毎日見たからってすごくこう、なんか変化があったりとか、そんなことはないんだけどね。これこと B になってない？初めから B だっけ？守備上げたいな、田中健介。あ、でもあれだな、監督、コーチが同意だから、わざわざ守備鍛えるよりも、打力揃った方が、今はいい。今はいい。B になってない方、気のせいかな。清宮は多分これは肩 B ぐらいになっちゃうな。そこまで上げる必要ないんだけど。コード上げるか、ちょっと。ね。長打 B になったらコード上げていこう。長打 B ぐらいにならないとホームラン出ないからね。ホームラン。清宮はホームランを見たい。清宮のホームランが見たい。でしょ？でしょ？上田いいね。これね、西浦のね、肩 B ぐらいになってくれたらね、非常にいい選手なんだけどな。肩 C なのがネック、このゲームの中においてはな。長打、ま、こう見ると、右コーダがやたらと低いから、左コーダに比べてっていうか、ま、顕著に低いから、実際試合で使うとなると、まあ、あんまり活躍はできない選手かなって気もするね。なぜなら右ピッチャーにいいピッチャー多いからね、焼きつくこの頃は。あんまり左でいいピッチャーってのが、特にパリーグあんまりない気がするな、左のいいピッチャー。なんかこの頃の西武ってさ、左ピッチャー投げさ当てといたら、まあいいや、一人見つけた新人選手、カスみたいなピッチャーだったから、紹介する必要もねえわ。D ランクのピッチャーだった。がっくり。山本投げさせてみてもいいけどな。投げさせられるピッチャーがあんまりおらんな。あんまりおらんな。いろんなピッチャー投げさせてやっぱ疲労があれかな。金村使いたいけど、まあ、金村に死ぬまで死ぬ気で頑張ってもらうか。打順が清宮が4番。ほいで守備位置、レフトとライト入れ替え、ショート田中健介、これですね。まあこのオーダーが精一杯。よし、また見ていこうか。したら見ていこうか。なんかね、今遅い、夜遅い時間で撮ってましてね、明日の朝にあげようと思ってこの動画。だから今日の試合の結果を見て、ラミゴとの試合の結果を受けての動画をあげようと思ってるけど、今日夜遅いから明日の朝にあげようと思って、明日の朝に撮るよりは夜に撮ってエンコードしとくのがいいかなーなんてことを考えてね、そんな風なプランを考えて、すごく夜遅くに撮ってるんですけど、だから夜遅くはね、伊藤さんだ、高木大成だ、高木博之だ、フェルナンデス、松井和夫、誰だっけ、柿内かな、尾崎ね、今紹介しました。西武の面々紹介しましたよ。西武ドームですね。夏は暑く冬は寒いと言われる西武ドームですね。ドームなのかこれはっていう。始まらない試合が、はい、やっていきましょう。なんか今言いかけたな。あ、だから実況の上げるこのなんだろうな、スパンというかさ、かなりスパンが今日上げるつもりじゃん。え、ホームラン打ってた、すげえ。小笠原、あ、トヨタだ。トヨタはあれですね、その後抑えになって、ほいでジャイアンツに移籍したよね。うん、ジャイアンツでちょっと2年ぐらい抑えしたんかな。あんまりそこまでって感じだったかな。清宮の打席です。こっちの清宮でもツーベース打ちたいな。
第1打席はあれでも、ツーベースから、ライトツーベースってのはいいね。先着、先着。こっちの清宮もあれだね。選球眼いいとこ見せていきたいね。選球眼上げたいな。お？お？おお！リアルの、リアルとはあの方向が違うけど、こっちの清宮も第1打席から、ツーベースをかっ飛ばしましたよ、皆さん。どんな走塁やねん、それは。伊藤勤でも走ってみようが。キャッチャー伊藤。ロッテの監督だったね、前期はね。せえ。夜にエンコードして明日の朝にあげるっちゅう、まああれなんだけど、あの、野球遊のさ、動画をあげたでしょ？だからスパンが。セーフ！よーし。だから、野球つくシリー、模式をシリーズの動画の更新頻度が上がっちゃってる。まあいいことだ。いいことですね。あの、シーズンの開幕が近づいてるって感じがする。あっと、エラーです。点がスイスイ入ってくるな。と、取りまくったれ。でもあまり大味な試合になると見る気がなくなるな。プレイしてるわけじゃないからね。あの、ハラハラドキドキがないとちょっとね。まあこれは得点機だからもうちょっと見てみようか。トヨタ。変化球が2球しかないからね。スフォークとカーブしかないから。うん、こんな時間にツイッターでつぶやいてる人遅い。こんな時間っていうのはまあ時間見えないけど、今2時10分アウト。しばらく飛ばすか、しばらく飛ばすか。こんな時間に起きてちゃダメですね。寝ないと。いや、ごめん、野球走ろう。バントかな、井出バントかな。で、小笠原と清宮のクリーンナップで1点以上入れていく。夜遅くは寝なくちゃね。もうね、多分この動画が終わった頃には、うわー、3人刺される。あー、イデアもう上の上位打線で使わん、絶対に使わん。あ、使わんっつってもあれか、トレードで放出するから、そんなにあれだな。そんなにあれだな。おっ、お満塁で、満塁で清宮でございます。どうぞ皆さん、この打席をご注目ください。満塁で清宮。せっかくのカメラの角度がまた意地、ミニ球場をベンチ、これで見よう、これで見よう、これで後ろと前はこう行くわけだ。ファールファールファール。焼き遊でやってるとね、自分のあれだからね、ちょ、後ろじゃなくて前だって。ミニ球場をベンチ、ミニ球場ベンチ、ミニ球場ベンチ。あれ、後ろの時を前に行ったらだよね、多分これが一番見やすいからね、見やすいからね。清宮実際ここまで足上げないんだよ。このぐらいなんで足上げてるのね、打席で見ると。空振りぽうよ。そういえばもうちょっと自負もあった。自負も見たい。ああ、もうさあ、満塁のチャンスでね、これもそうなんだけど、これ、ああ、ジーフも用意した。ちょっとこれじゃ分かりにくいか。こんな感じ。見えてるな。こんな感じ。足はそんなに上げない。やっぱり。ああ、でもね、これ見るとね、頭が、ほんと、このヘルメットの位置見て、ヘルメットの位置、全然ブレてない。ね、しっかり球が見えてるということ、それはね。カープの、広島カープの西川龍馬あたりは、の、バッティングの動画を最近見て、体を軸にして、コマのように回転させて内角をさばく。っていう、そういう風な、なんかドキュメンタリーみたいなの見てさ、おお、なるほど、こいつは天才だと思ったけど、清宮もね、軸がしっかりしてるね。まあ、体を
こう駒のように巻きつけて打つじゃないけど、こんだけ綺麗に内角をさばけるんだったら、いや、期待していいんじゃないでしょうかっていうことを言っていこう。大して野球知識ねえくせにさ、語るったらないなみたいになってるもんな。野球の技術論に関してはもう、点でないぞ。頑張ってくれ、金村。頑張ってくれ。頑張ってくれ。寝る前に焼きつくは違うな。ちょっと興奮しちまうもんな。興奮冷めやらぬ状態で寝なくちゃいけなくなっちゃうな。それはよくね。やっぱ寝る前はこう、まったりとな。寝る前はスパロボだよな、やっぱな。もうな、意識朦朧としながらスパロボやりて。いいんだよ、スパロボのあの、なんか、あの、少々失敗するぐらいが。いやー、清宮のいいファーストの守備を飛び出しました。満塁のピンチを救いましたね。楽しいね。楽しいやね。じゃあ今日はあの、日中スケートに行ってました。やっぱウィンタースポーツっていうか、あの、オリンピックを見たからっていうのもあるけど、おチャンス。まあいいか。点入るわ、これは。あの、オリンピックもやってたんでというのに、かこつけて。スケートに行ってました。てかね、あのね、そんなスキースノボーに行きたかったんだけど、スキースノボーってね、高いんだよね。雪山まで行くのがまず。せえ。走力 B か、盗塁 B ぐらいあれば、まあ大体のピッチャーから二塁、大体のキャッチャーから二塁ぐらいは奪えるというのはこの焼きつくですね。いいか悪いかわからん。この打席見とくか、小笠原の後は清宮だし。雪山行きたいけど、高いな。やっぱ子供の頃は、なんか親が連れてってくれたりしたけど、やっぱあれは子供の頃だけのイベントだな。大人になってからはなかなか雪山には行かれんな。普通に稼いでりゃ、それはまあ、ね、それぐらい余裕かもしれんけどね。でも逆に働いてるとあれだよな。雪山行くなんてそういう風なのも、少ない休みの中で行くとなるとな、それが疲れにつながったりしたりしたら、よくねえし、なるんだろうから。なかなかスキースノボーっていうのは難しいな。ね。趣味としてもそうだし、レジャーとしてもなかなか難しい。でも、なんかあの、雪山で一泊してみたい感はあるな。そういう人が欲しい。そういう人が欲しいってなんだ。ここよし、清宮の第3打席かな。早いね、打席が回ってくるのが。ここはそんなに注目の打席じゃないね。先頭打者だし。ただ、ここまで清宮のホームランは一本も見えてないので、まあ、オープン戦とはいえね、ホームラン見たいよね。で、スケート行ってきたんですけどもね、岡山国際スケート、もう岡山って言っちゃってら、岡山国際スケートリンクっていうところのスケートリンクに行ってきたんですけどね、まあ、やっぱね、滑ってる人がみんな上手いっていう状態の人がまず多いよね。ど素人がいないからさ、プレッシャーが半端ないよな。おいでもって、まあ、2周ぐらい、こう、よちよち歩いて、2周ぐらいよちよち歩いて、この辺りでも足が痛くて、もうたまらんなるな。あの、スケートグッズさん、スケート、インラインスケートもそうだけどさ、なんであんな足痛くなんだろうな。締め付けるからか。普段使わない筋肉で立ってるからかどうかしないけどさ、誰だ、また走らせたのは。大島康則。松井和夫に打たれた。5回まででいいや。ちょっと今回は、そんなにあの、金村投げさせすぎるのも、ちょっとかわいそうになる。ゲッツー取ったな。まあ5回まででいい。そんなにここの試合は、もう十分投げてくれてるし。田中健介。ファーアウトだね。スケートな、足痛くなんだよな。足痛いし、こけて膝は痛いし、寒いし。あれはどうなんだろうな。まだスキーやスノボーの方が下。ちょっとピッチャー交代。左ピッチャーだから、清水はちょっと体力がね、原田でとりあえずここをしのいでいく。昔のセーブといえばもうほんと左をぶつけとけば勝てるみたいな。こう見りゃわかるけどさ、まあ、左バッターが続くんだよね。宝石とか大友もそうだけどさ。あと、高木宏之もそうだし。
まあ、鈴木健もだな。そう。後にヤクルトに行く、ほら、ここにいるけどね。鈴木健もそうだよ。松井稼頭央なんかも、まあ、両打ちだから一応、あれだけど、まあね、左打席に立たせるよりは右打席に立たせた方が、出塁の率は下がるから、下がったかどうかわからんけど、うん。なもんだからね。昔の西武はほんと左投げさしとったら抑えられるみたいな、そんなチームでございました。そんな時代の西武でございます。その左投げときゃ抑えられる神話の残る頃の生物かな、ね、橋本武弘ってなんか一時阪神にいなかった、この人一時気のせいか。おっと清宮またツーベース、やはり天才だったか。じゃあスリーベースいける、いいですね。これでホームラン打って、シングルヒット打って。お、もうね、一番難しいスリーベース打ったからね。サイクルある。サイクルヒットある。入ってきちゃった。一つ、なんだろうね、野球の中で気になることがあって、ああいう風な、エラーで帰ってきた時さ、記録上得点にはならないのかな。得点ってあるじゃん。選手評価する指標の一つに、例えばイチローとかがランナーとして出るから、その分自分としていつ帰ってくる得点にホームを踏んで得点にしたっていうのが得点って言うんだけど、その得点っていうのも評価指標の一つとしてあるんだけど、エラーで帰ってきた時ってあれは得点としてカウントされんの？まあ、打点はさ、エラーだと打点つかないのよ。なんでかなって思うけどな、ついていいじゃんって思うんだけど、別に付き合いいじゃんって思うんだけど、得点はエラーで帰ってきたとき、ああいうふうなワイルドピッチで帰ってきたときはさ、あれは得点になんないのかね。すりゃいいのにね、エラーでも。だからそれはさ、ある意味相手の隙をついてのさ、バッテリーミスに乗じてのさ、バッテリーミスに乗じての得点なんだからさ、得点にしてもいいんじゃないかなって気がするけどね。あ、シューミンチェだ。シューミンチェの名前って、このキョっていう字、ユースっていう字だからさ、シューミンチェのことをシューさんって呼んで、ユルさんっていう風なのね。そんなネタがあったりなかったり。ただこのシューミンチェ、野球少ないにおいてはね、かなりいいピッチャー。変化球がまあ、フォーク、スライダー、シュート、カーブだけど、フォーク、スライダー、カーブ、シュートだけども、まあまあまあ、オーソドックスの持ち方の中にシュートもあるし、全部のまんべんなく伸びるし、球もまあまあ速いし、球威制球もそこそこ伸びるし、体力もあるっちゅうことでね、いいピッチャーなんですね、シューミンチェ。まあ現実はそこまでだったけどな、そこまでシューミンチェすごくなかったけどな、そんなに悪くないけど、そんなにいい年もないみたいな。戻れないってアウト。なんかでも、なんとなく勝ってるな、ファイターズ。ここも左で、大友だから左だし、行ってもらうかい？まあ、ちょっとまずいな。フェルナンデスも両打ちだった気がするんだよな、多分だけど。まあ、フォークボールピッチャーの桜井で。はい。まあ、ここ。ね、やっぱフェルナンデスも両打ちだ。こうしてみるのほんと左ばっかり。高木大成も左だもんね。左ばっかり。ね、伊藤ぐらいだもんだな、右は。鈴木健とか高木大成に対して右ピッチャーを投げさすことの怖さよ。ジェファーソン、誰？おーし、抑えた。西浦がヒットで出て、オバンド。なんやフライ。田中健介はヒットツーベース、いいですね。もうヒット17本も打ってる。うちも打ったり17安打、しかし得点は8得点。ちょっとちぐはぐな打線かな。ちょっとつながりが書いてる。最終回桜井投げさすよりはミラバルかな。抑えミラバルって抑えだっけ。先発のイメージが強いんだけど。先発だよね。この人もナックルカーブじゃなかったかな、持ち球が。あんまりなんか覚えてないけど、ミラバル。ね。
これ野球つく清宮シリーズやるにあたって日ハムの選手ぐらいウィキペディアで全員抑えてから臨んだ方がいいなって思ったんだけど、思っただけだったやってない実際は。やるべきだよな、本当のとこな。それぐらいのことをやってから挑むべきだよな、本気でこの野球模式をシリーズやるならな。もうでもそれはさ、もうなんだろうな、再生数1000とか1万とかね、人気もう商業的にやるレベルだよな、そこまでやると。ただ俺はただゲームを遊びたいだけなのにさ、そこまで調べることはないよ。多分ね。だから一応、清宮のそうだ、今日のヒットに際してのコメントとか、ここまでの流れとか、24日に動画上げた後、25日はヤクルト戦がありました、裏添えっていうところでね、6回から代打で登場して、フォアボールだったそうです、というのとか、26日は札幌ドームに移動で練習。で、27日が今日ですね。今日っていうか、まあ、何歳かな。ツーベースのヒット打った日ですね。は、ラミゴとの練習試合で、7番ファーストで、スタメンだね。本拠地デビューの第一戦ということでね。で、このツーベースヒット、ライトへのツーベースヒット、ナイスミラバルの後は、フォアボール三振。フォアボールじゃない、四球だってよ。デッドボール三振だそうですわ。なんかフォアボールか三振か、ヒットみたいな感じでいいですね。半端なバッティングないというかね。で、談話ですけど、まっすぐ、無意識でした。あまり覚えてないです。っていうのがこのツーベースの談話ね。いや、いいね。一応結果見てるか。今、髪を変えようかな。もごもごもご。一応打撃成績、清宮。全19球。ヒットは内角の高めと外角の真ん中。ボンダは内角の低め。空振り三振。空振りが1本だけ。見逃しが12本。制球外の下げだな。空振りが1個だけだし。で、ファール3つ。低めはファールにしてるという感じかな。高めの球を確実にヒットにホームランしてるとかいうのはこういうのが分かるけど、まあ、言うたってな。コンピューターの傾向を見ても、あるのかな、実際。で、今日のヒット、素直に嬉しかったです。自分が、ああやって大画面に映っているのは不思議な感じでした。これからここでもっともっとたくさんヒットを打ちたいなと思いましたというふうな、テレビ向けのコメントをしてましたね。優等生ですな、清宮は。はぁ、面白みに欠くなとか言っちゃいかんのだろうな。それが普通なんだよな、きっとな。面白みがないことが普通みたいな。普通だけども結果はすごいっていうのが本当にすごい選手だよな。全然結果はすごくないのに、生きてるだけっていうのが一番最悪だから。最悪っていうか何もかっこよくない。だったら、普通で生きる。すごい成績で生きる。普通の、すごくない態度で生き、かっこいい成績を残すのが一番かっこいいのかな。お、一人見つけてる。ちょっと時間的にはまだ、全然時間的には全然大丈夫じゃないけど、一つ誰が見つかったか見てみましょうか。ここら辺に焼きつくのあれねえな。資料がねえな。外野手いいね。ブランデン俺好きだぞ、こいついいぞ。めっちゃ打力あったの気がする。あー、でもバンドとどっちがいいかって言ったら多分バンドの方がいいな。どうすかな。外野、おバンド、つぼいと新庄を獲得できたら外野は割とパンパンになるからって。でも DH 石本を使ってる状況を考えたら DH としてでも一つブランデンを取っておいた方がいい気もするな。まあまあまあ考えましょう。ほいでは、焼きつく模式用シリーズのパート7でした。7でした。ちょっとね、もう次は動画開くかもしれない。だってさ、あともう3回でね、オープン戦を迎えるっつうのに、3月で1週ごとに1個ずつぐらいのペースじゃないとね、1週に1個ずつぐらいのペースでないとどうしたって開幕のね試合に合わせられないから、ちょっと調整しながらやっていきます。はい、うん。その間またくっそしょうもない動画を上げ続けるかもしれないけど、うん、それは我慢してねということでね。その間に忘れられちゃうかもしれないけどね、この動画のシリーズをね。そういう人はチャンネル登録お願いしますって言ってこう
細かに訴えていこう。ほなまた。